日本一へあとアウト一つ、オリックスバファローズ。去年はリーグ優勝、日本でまだ2番目だった。本当のトップを目指そう、中嶋監督とともに誓って臨んだ今シーズン。さあ打席には1番塩見。先ほどのビッグイニングはこの塩見のヒットから始まりました。高め、これでツーストライク。追い込んだのはワゲスパック。連敗から始まりました。3連勝盛り返して迎えたこの第7戦。高め、これは力が入ります。5月には最大 11.5 ゲーム差、そこからの大逆転、最終戦で大逆転優勝を決めて迎えた日本シリーズ第7戦。空振り三振、試合終了。オリックスバファローズ26年ぶり5度目の日本一。最後は怒涛の4連勝。去年のリベンジ、そして四半世紀の時を超えて26年ぶりに日本の頂点に立ちました。ヤクルトの猛追を振り切った。オリックスバファローズ日本一。大きく息を吐きました中嶋監督。今オリックスバファローズ真の頂へ。激闘の日本シリーズ制したのはオリックスバファローズです。そして中嶋監督が選手たちの輪の中に入ります。今ウイニングボールも手渡されたでしょうか。連敗からのスタート、ただ4連勝で日本一。今胴上げが始まった。去年は届かなかった日本一、26年ぶり日本の頂点。オリックスバファローズが日本一に輝きました。まず千賀投手、はい、この第7戦も素晴らしい戦い、今年の日本シリーズも素晴らしい戦い、取ったのはオリックスでした。そうですね、本当に、オリックスの強さっていうのを近くで見させてもらいました。改めてその強さ、どんな風に感じましたか。投手力ももちろんですし、バッターもチーム全体で